私の友達がつい先日自殺してしまった。証拠の画像など何も残せません。コレコさんに言うしかないと思い相談しました。自殺の原因は平田くんです。配信中にひどく罵倒され、晒し上げられて、友達はもちろんですが、配信中に3000人の前で、そこまでする必要はあったのかと思い、平田くんなんちゃなんかむしろすごい人なんだよって言ってました。平田くんにお金を支援しようと DM したところ、それが平田くんにとって気持ち悪かったようで、DM のやり取りを配信中に晒されて罵倒されたと、気持ち悪い、本気で死んでほしいと。それさ、録画あるらしいね。で、平田くんも、多分ネタで煽ったってか、まあ、マジでは煽ってないと思うんだけど、放送でなんかこう、ちょっとテンション上がって煽ったと思うんだよ。リスナーをさ、取り上げて。まあ俺もたまにするからさ、その多分取り上げた人が、なんかもともとなんかもう死にたいみたいな感じだったんで、死にたいって思ってた時に平田くんに死にえよみたいな言われたから、なんかこう背中押された感じなんだよ。私平田くん、あっとよく喋るに死んでほしいって本気モードで言われたんよ。だからこれから大量に食べ込んでたら強い睡眠薬多量摂取して消えますわ。どうせ生きたって嫌われたって死んでいくんだから。死ぬの全然怖くないしね。なので彼のお望み通りこの世から消えてやりますわ。さよなら。さっき放送上で晒し上げられたボロクソ言われた。勝手にだけど人思いで温かい人だと思ったので、で、これで死んだらしい。だこの子の友達が言うには死んだらしい。てかさ、この人さ、通話できないの？スカイプの使い方がわからない。ああ、じゃあ電話番号、あ、携帯でもいいよ。じゃあ携帯番号を僕が教えるんで。もしもし？あ、もしもし。ああ、あなたですか？はい。で、ちょっと詳しく話してよ。詳しく。ね、本当なの？じゃあ、まず、この話は。本当です。はい。君の、それ、リア友なの？そうです。まあ、要は、だからその平田くんに放送でなんかその DM の内容をさらされた君のリア友が自殺をしたってこと？そうですね。電話がかかってきて、泣いて。はい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 。まあ、その子は結構、なんて言うんでしょう。その平田っていう人はラップがうまいみたいで。あなた自身は平田くんのリスナーじゃないんだ。違います。ああ、なるほど。で？まあ、ヒップホップとかそういうの好きな子だったんで、すごくなんか、リスペクトしていて、それでまあ、ツイッターとか見ても、大体今日もすごかったとか、そういうことしか書いてなくて、だから私としては、まあ嫌がらせとか、その子が何かしたんであれば、悪いと思うんですけど、その子ははい。平田くんにどんな DM 送ったの？ DM の内容まではちょっとわからないですけああ、内容わかんないんだ。ど、まあなんか200段をし、まあ、その子の家が会社やってるんで、まあ、お金は結構ある子なんですよね。平田くんに200万あげるって言ってたの？はい。え支援したいって。ぇ、ー、うん。ほんで？その代わり何かっていうのではなく、ああ、はいはい。もうなんかもう純粋印象に、でっていうことで。ああ、もう純粋に金が有り余ってるから200万あげたいみたいな。支援したいみたいな。ちょっと言い方はあれなんですけああ、ど。で、それを平田くんはちょっと気持ち悪い風に捉えて、まあ放送で煽ったんだ。なんか、泣いてかけてきたときに言っていたのは、明らかにいつも同じ人の名前しか呼んでないような気がするみたいな、マイナス思考なので、そういう取り方しかできなくて、いつも。それも悪いんですけど、ああ、平田君ってあれか、放送始まった時になんかリスナーの名前呼ぶのか、多分いらっしゃいみたいな。はで、い。それでで、コメント。いつも同じ人の名前しか言わないみたいな愚痴を言ってたの、前の日に。まあ、そこの話はどうでもいいわ。なんかさ、俺気に入らねえのがさ、みんながさ、君の話嘘だと思ってるわけよ。あ、はい。なんかその証拠ってじゃないけど、なんだろうな、こう、なんかし、え、友達が死んだのいつなの？ツイッターに書いてましたよね。ツイッツイッター読みました？ターは全部読んでません。すいません。ちょっと待ってくださいね。ツイッターに、その放送があった日なんですけど、ちょっと待って、11月22日が放送あった日。本当だ、平田くんの放送、あ、時間って同じだわ。で、なんか、まあ、そういう時間に電話だったので、どうしたのかなと思って、そしたら泣いていて、で、話を聞いたら、晒し上げられたみたいなことを言っていて、他になんかさ、証拠みたいなのない？不謹慎かもしんねえけどさ、今後さ、こういうことが起こらないためにさ、やっぱ信憑性を増した方がいいと思うんだよね。もし本当だとしたらね。俺は結構信じてんだでけどもさ。私は信じない人はもういいと思ってる
って。でもそれだったらさ、ね、それだったら絶対インターネットのやつってのは信じねえんだよ、歪んでるからさ。君は無念晴らしたかったんでしょ、晴らしたかった。でも、うん、あ、着信だから、じゃあ、じゃあ着信履歴見せてって言ってるよ。着信履歴だから、はい、着信履歴見せてくれたらなんかみんな信じるみたいな言ってる。着信履歴私いつもすぐ消しちゃうんですよね、全部。なんかその発言すげえ嘘くさくなる、聞こえる、本当に。ああ、いいですよ、それで。で、うん、他になんかないのかなって思うんだよね。だから何言っても嘘って言われるじゃないですか。いや、だから何言っても嘘って言われないための証拠なんだよ。だから例えば LINE とかさ、LINE のやり取りとかさ。私、LINE やってません。22日に死んで、いつ葬式だったの？え、次の日ですよ。あ、通夜がその日で、うん、次の日にお葬式で。あなた何歳なの？わらさーですけど。え、死んだ人は一体何歳なの？事故したです。28でこんなさ、子供みたいなツイートしてんの、この人。まあね、ヘラボコってそうじゃないですか。ああ、まあそうか。香典返し見せてくださいよ、じゃあ香典返し。お通夜に行くと返しをもらうじゃないですか。見せてもらっていいですか、それ写真撮って。いいですよ。はい、お願いします。じゃあ写真撮ってツイッターで送ってもらえますか、写真。そしたら信じますんで。すいませんね、ちょっと疑って。それで信じますわ、俺は。お願いします。切っていいんですか。あ、一回で、その、香典返しのとこに紙に、これこれサインって書いてもらっていいですか。やっぱ深夜中へでいいです。わかりました。はい、お願いします。はい、はい、マジっぽいぞ、普通に。どうすんの、これ。もしもし。あ、もしもし。はいはい、どうしたの。すみません。はいはい、いえいえいえ。あ、何ももらってませんけど。はい、何ももらってませんけど。何を。香典返しとかもらってない。はい。じゃあ嘘なんじゃない、やっぱり話が。なんでですか。ん、だって普通はもらうから。お酒とかですよね。受付でもらうそうですよ。はい。で、しかもあなたさっき送るって言いましたよね。いや、それが香典返しだと思ってなかったんで。それが香典返しだと思ってなかったってどういうことですか。いや、お金だと思ってたんですけど。お金。香典返しがタオルとかお茶とか挨拶状とか何がもらってませんか。はい、ありますよね。あ、それはあるんですか。で、それをお茶とか。ああ、いいです。だからそれを全部取って送ってください。いいですか。わかりました。はいはいはい、どうもっす。死んでくれんかな、こいつ。うん、死んでほしい。ああ、これか。これで死んだってことか、本当に。確かにガチトーンで言ってるわ。俺今、久々に思ってる、俺。ほんまに、ほんまにガチで、痛めな感じの死に方をしてほしい、俺は。あー、これは言い過ぎじゃない。こんなこと思っちゃいけんのかもしれんけど。うん、これは言い過ぎだわ、さすがに。いや、配信者なんだからさ、そこはもう仕方でいいじゃん。え、俺だって来るよ。だ、俺だって紹介してないでいっぱいあるよ。うん、見せようか、最近来たの。だ、俺なんかこういうの放送で晒さずにスルーだから、俺みたいな。はい、これオタクしね、これ DM さし、放送で晒しないよ、こんなの。はい。あー、すいません、まだすか、写真は。あ、マジで？あ、え？これなの？はい。これをもらったの？葬式で。そうでしょ？はい。まあ、ちょっと待って、リスナーに見せるわ。これどうなの？お前ら。これ。普通に可愛いキャラクターのやつだったでしたけど。これ以外もらってないの？ちなみに。はい。ちょっとこれ無理あるんじゃない？君。じゃあいいですよ、それで。案内状は？お礼のハガキが絶対入ってるって。さすがにそれ持ってないともう嘘確定なんだけど。お礼のハガキありません。うん？葬式会場で必ずもらうってリスナー言ってるよ。じゃあいいんじゃないですか、それで。ちょっと待って、これ。ちょっと待って、新八丁さ、ちょっと新八丁の書くとこ、ここなの君。どこに書けばいいんですか。ここに書いてんの、新八丁。ビニールですから大丈夫ですよ。あ、そうっすか。香典返しでは、NG となっているのが必ずあって、特にお酒などのものはめでたいものになってしまうので、ありえませんって書いてありますよ。いや、入ってますね。賞味期限見せてってありますよ、賞味期限。あ、もうお酒もらったことあるんだ。あ、そうなんだ。お酒ある。あ、お酒あるんや。まあ、君がちょっと切れる理由もわかるよ。なんか信じてもらえないって。でもやっぱインターネットってそういうもんだからさ。悪いね。いいですね。うん。で、賞味期限ちょっと見せてもらっていいですか。賞味期限を取るんですか。いや、言ってもらっていいですよ、じゃあ、賞味期限。2016年の、12月です。うん、じゃあ、とりあえず今、12月って言ったよね。写真そこ撮ってもらっていいですか。わかりました。
はい、お願いします。これ書き直してあるやつですけどいいですか？また嘘とか言われたら嫌なんですけど。え、何、どういうこと書き直したっていうのは？知りませんけど。は、どういうこと書き直したっていう？打ち間違いじゃないですか？打ち間違い？何、どういうこと？だから賞味期限の数字の打ち間違いで、うん、書き直してあるんじゃないですかねって。ん、どういう意味それは？ん、意味がわからないんだけど。今撮ってますから。うん、あ、来た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 。あ、すいません。ごめんなさい。疑ってしまって。ちょっとね、見ます。あの、加工かどうかも見ますんで。すいませんね。疑ってばっかで。仕方ないです。あ、加工だわ。嘘、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 嘘。嘘、嘘、嘘。わかんない。てか、全然見えないんだけど、写真の撮り方下手くそ？タブレットだからじゃないですかね。うん、なんか、画質はそんなに良くない。なんかさ、ちょっとあの、2016年の6とさ、この横のやつがさ、なんか塗りつぶされたような、あの、太さになってるんですけど、あなたもしかして塗りつぶしました？してません。じゃあ、もうちょっと明るく撮ってもらえます？これ、あなたさ、なんか、わかりました。これ塗りつぶしてません。大丈夫です？塗りつぶしてません。じゃあなんで201は細くて、残りの3つが太いんです？こんなに。だからそこが違ったんじゃないですか？わかりませんよ。私も今見て初めて気づいたんですから、わかんないですよ。おかしいですね。まあじゃあちょっと塗りつぶ、いや、いいです、それで。ああ、じゃあちょっと塗りつぶしたかどうか見るんで、明るく、あの、ピント合わせて撮ってもらっていいですか、フラッシュで。お願いします。ん？製造？賞味期限じゃなくて製造年月になってる？あ、これ製造年月らしいですよ。いや、それしか書いてないですよ。うん、だから製造年月だそうですよ。ってことは、2016年12月だったらおかしくないですか、製造年月。あっちゃ、やっちゃった、君。素直になりなよ。平田くん潰したかっただけでしょ？やっちゃったね、ついに。ボロ出ちゃったね。別に嘘ついてませんけど。じゃあなんで12月か言ってごらん。さあ、頭をフル回転させて。別にフル回転させなくてもいいですよ。うん、いや、だから2016年12月って書いてあったんだよね。なんで12月になった？タブレだけだったら信じないじゃないですか。いや、だから、話そらさないです。製造年月が2016年12月だったんだよね。今11月だよね。どうなってんの？なんで嘘ついたの？いや、賞味期限って言われたから。ん？だから、これ今ですね、写真に写っ製造年月って、年月とかって、もう私今緊張してるんですよ、電話で。それ、うん。賞味期限、で、勘違いしちゃったんですよ。って言われたんで、その頭しかなかったんですよ。うん、だから勘違いして、ボロが出たんでしょ？ボロが出たってことでしょ？勘違いしてボロが出たってことじゃん。製造年月が2016年12月。それを君は賞味期限だと思って、2016年12月って言ったけど、写真を見たら製造年月だったと。今突っ込まれてんだよ、あんた、うん。で、なんでじゃあ嘘ついたの？それを。嘘ついた理由教えてよ。お酒はついてなかったから。なんかタオルしかもらってないからですよ。てことはよ、これは自分で用意したお酒で、この、はい、数字のとこは塗りつぶしたってことだよね。そうですね。うん。つまりあなたは2回嘘ついたってことだね。はい。で、さっきあなたは嘘ついてないからって散々言ってたよね。完全にあなたはただの嘘つきです。平田くんに相手にされなくて発狂しちゃったただのババアス。で、死んでません。多分あなた本人です。この、ツイッターは。は、私。お前、まあ、お前じゃないにしろ、とりあえず死んではね、絶対。このババア！ニートがうるせえんだよ。ニート？お前、この社会不適合者の生ポババアがよ、デブ、ピザ、キモ、ニキビ野郎！ニキビ野郎は平田でしょ？ああ、そう、平田くんでした。すいません。いや、だからお前さ、だ証拠を見せろって言ってさ、なんでじゃ嘘ついてんだよ、おめえ。だ、酒だけだろうが！大体よ、お前さ、こんなさ、ミッフィーのさ、お前タオルなんかもらうわけねえじゃん。白い雑巾みたいなんだよ、もらうの。俺もばあちゃんの葬式行った時、そうなの。そう、こんなんで。私もらったことありますけど。ミッフィーのね、タオルなんかもらうわけで、バカか、お前さ。頭おかしいの、お前ね。頭おかしいのね。おい。お前がおかしいんだろ。お前だよ、みんな、お前コメント見えてる？みんなあなたのことがおかしいと思ってるからね。違う。嘘つき野郎、死んでねえくせに。誰も。ボケ。そう思ってればいいんだよ。平田に謝れよ。お前嘘ついてんだから平田くんに謝れよ。てめえ。やだね。嘘つきババア。ミッフィーおばさん。
ミッフィーおばさんかよ、お前。葬式行ったね、何ももらってねえんだろ？は？葬式行ってミッフィーのタオルもらったの？もらいましたよ。もうそのね、嘘がね、もう通らないって、そんな嘘。あ、もういいんです、だから、うん。はいはい、もうそうやって逃げてろよ、一生。逃げてないんですけど、うん、どこが逃げてんの、うん、通話してんのに。だ嘘がバレて、嘘がね、うん、言ってやるよ、言ってやるよ。嘘がバレて発狂してる。これが逃げだよ、お前の。今ね、このミッフィーのタオル、リスナーが特定して2014年に製造終了してるそうです。あなたが2016年の葬式をもらってたらおかしいです。残念だったね。おかしくないですよ。おかしいよ。もらったんだから。おかしい。はい。じゃあ、それでいいですよ。残念でしたー。あー、やっちゃったね。あらららら。ねえ、バレないと思ったね。新やっちょとか書いて。バカだな、お前。今、バレるんだよ、全部。ベランダで特定できちゃうからね、住所とかも。残念だったね。口座特定してください。いや、だから特定したんだよ。お前が、もらったと言った、このミッフィーのタオル。2014年に製造終了してる。あ、そうなんですか。もらえるわけがないんだよ、2016年11月23日の葬式で。嘘つきおばさん。だから早く警察にさ、突き出してください。そんなことしない。もう、十分。あなたが嘘つきおばさんってのがもう分かったんで、十分です、これで。ただあなたは、平田くんにね、相手にされなかったから発狂した。相手にされなかったからじゃねえだろうが。おばさんなんだよ、君は。もう、歳を考えなよ。30歳でしょ、うん、ババアだよ。ババア。はははは。何が面白いの？バカじゃない、あんた。お前だよ、バカは。嘘つきおばさん。嘘ついて、タオル用意して、お酒用意して、タオルに新やっちょって書いて。バカだ。書くからね、白玉。バカだ、お前は。バカだ、ただの。汚ね、絨毯これ。何？汚ね。ダニ湧いてそうだわ、ほんで。何やねん、このアメリカのガムみたいなさ。それ、輸出ある？汚ね。輸出あるだっつってんねん。このアカウントもお前なんだろ？どのアカウント？このトゲマリとかいうの。これ。違います。友達です。トゲマリさんってあなたなんじゃないの？あ、っていうかさ、ツイッターで IP さ、同じかどうか見れるくないリスナー。ちょっと見てよ。俺に DM 送ったさ、このババアと、このトゲマリさんの IP が同じか見てくんない？おばさん、今から見るからね。IP を。うん、これで、同じだったら、おばさんが。うん、謝んないよ。いや、謝んなくていいよ。ただ、あなたはやっぱり、トゲマリさんで嘘つきだったってことで死んでない。嘘つきだから何？ん？死んでないじゃん。あなたがトゲマリさんだったら死んでないよ。だから何？うん、それが何？つまり、嘘つきであなたは、平田くんは誰も自殺に追い込んでないってこと。うんうん、別に私普通に生活してくだけだけど。うん、いや、だからあなたは嘘つきだったってことで終わるんだよ。だから、これ以上平田くんが。うん。だから、濡れ着が晴れたんだ。よかった。あなた嘘ついたことないんだ。一度も。あらら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 ら。ら今認めたのかな？ IP 調べられるって言って焦っちゃって、自分が。いいよ、別に。調べないよ、早く。トゲマリさんなの認めちゃったね。早く調べろっつってんだよ。はい、調べた結果同じだそうです。ルサイクが。同じだそうです、IP。あらららららららですか。トゲマリさん。はい、どうも。お前だったのか、やっぱり。残念だったね。インターネット舐めちゃってたね。まさか IP 抜けないと思った、ツイッター。同じなんですけど、どうしちゃった？あれ？いや。ほら。絶対、バレるなと思って出てんだよ。電話。あらららら ら, ら。今度は開き直り。いろんな人に嫌われるからさ。どうせ生きたって嫌われて死んでくだけなら死ぬの全然怖くないしね。なので彼の望みはこの世が消えてやります。さよならって生きてんじゃん、お前。うん。だっていつも死にたいと思ってるもん。あ、そうなの？うん。それなんで？別にここで話す必要ないよ。うん。だからお前さ、そうやってさ、嫌なことがあるんだろ？で、それの鬱憤話をこうやってまあ嘘ついてさ、言ってんだろ？でもそういうのやめなよ。いいことないよ。ね、なんか相談があるなら俺はね、乗るし。違う。うん、ゆりっていう人にはさ、うん、でも明らかに対応違うし。何、平田くんがゆりってこうとの対応と違うの？君の対応とか。なんかこの人は本当になんかやばそうだねとか言って相談に乗ってあげるよとか言って、うん、何泣いてんのお前。なんで素直になれよお前さ。
どうしたのな、しかも私、なんか、DM とかそんなにしつこく何回もしてないし。してないのに、なんか平田くんにきついこと言われたんだろ？やっぱヒップホップとか好きだから、すごいラップうまいなと思って。わかるよ、その悔しい気持ちとかさ、すげえわかんだけどさ。やっぱ人の死をさ、ネタになんかこうやって平田くんを陥れるのは。それは悪いと思う。それはやっぱちょっと違うからさ。だからそこ、いや、素直に謝ってくれたんだし、多分平田くんも許してくれるよ。で、多分平田くんも、もう放送で悪口とか言ったりしねえから。俺今その謝ったのはすげえ。でも私、平田くんにも謝ってもらいたい。平田くんにも謝ってもらいたいの？まあ、ちょっととりあえず平田くんがなんか話したいことあるみたいやから。ああ、平田の兄貴。クレーターとかやめて、最初、まず。ああ、すいません、聖剣お兄さん。いや、聖剣お兄さんもやべえから、うん、まともな年会、あんたな。平田くんです。はいはいはい。いや、ちょっとなんか、忘年会やったから、あんまりちょっと危険かったんですけど、はい。なんか、まぁ、ちょっといろいろ晴らしてくれたみたいで、もう、あれね、最初から言うと、まずもう、何言うとんねんこいつと思ってたんですけど、まず最初に俺が DM を読む枠やってたじゃないですか。その時に、名前晒してないんですけど、だからもう名前晒したら、まあ、みんなからいじめられちゃうから、こんなん来たよと。だから俺やめてほしかったんですよ、あの時に。もうみんなの前で言うて、もうだから、もうこんなんやらないでね。もしもし？もしもし？ちょっと待って、平田くんの声がね、聞けないから、聞こえないとか言ってるけど、まあちょっととりあえず話して、平田くん。で、その枠中にもやめてほしかったから、ね、ちょっともう、なんすか？なんか言うとんな。だって好きなように言うじゃん、この人。言わないって。謝りに来たんやから、俺も。言わないじゃん。言わないって。それがずるいんだよね。ずるいとかやなくて、一回落ちてくれ、もうちゃんと言うから。まあ、その時やめてほしかったから、だいぶね、その俺もメンタル来てたというか、まあ、その、一人のアンチリスナーとかいろいろいますけど。アンチ一人にメンタル来るんすか、平田の兄貴。いや、なんかもう、レベルがちゃった、ステージがちゃって、この人に関しては。ほんだら、また次の日、俺の枠のマリオメーカー中にコメントで、友達が死にました、言うてきたんですよ。いや、はいはい、雑やな、思って、その時で。はい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 。でも、ほっといとったんですけど。おばさんから来たよ。何？聞いといてくれん？要は、もうほんまに、やめてほしかって、ちょっと俺もあまりね、放送で晒し上げるのとか好きじゃないけど、まあ、晒し上げたつもりはなかったんですけど、うん、本人が来たから、まあ、しゃあないっていう形で、うん、まあ、で、名前上げなければ。うん。で、お前が来ただろ？だから。いや、本人は、傷つかない。何？本人は分かってるわけじゃん。俺がそこで。自分だって。俺がそこで、しかも、こっちが読んでくるっていうことは言ってない。文句言うてきたやろ、ずっと。お前はお気に入りばっかり。な？勝手にコメント読んで。お前とか言うんじゃねえよ。お前、じゃああなた様、言うてきたでしょ？な？やめてくれたんか？無視ずっとしとったら。何さ、次の日にさ、お前特別じゃねえからな、みたいな感じでさ。お前って言ってんじゃねえよ、お前。おざーす。もう水ついたじゃん。トランキーロ。焦んなよ。とりあえず、焦んな。な？だから、君がそういう恋をしたら余計嫌いになるじゃん。で、お前やめてほしかったんだよ、そういうの。な？もともとは応援してくれとったよ。何？じゃ、コロコロさん、ちょっと俺、この人いたら、謝りに来たのになんかちょっとヒートアップしたから落としてくれません。なんか謝りに来たそうですよ。おばさん。聞いといてくれ。まあ、あなたは新参のリスナーやったかもしれんけど、確かにちょっと、コメント返したりとか、リプライとか偏りあったかもしれんわ。ですよね。やっぱオフパコした女の子には返しますよね、平田くん。いや、そういうなんか誘い水ええんすけど、はい、確かにあったかもしれんのよ、ええ。それで不快やったらごめんけど、俺一回言ったよな、そんなこと。俺気持ち的にはそんなことないんよ。俺が君に、そのガチ恋にさせてしまったような一言、うん、まあ別に俺が、そういう思いで言ったんじゃないけど、それでなってしまったんだったら申し訳ない。うん、ごめんなさい。で、なんか喧嘩を煽るようなことを言って、ごめんなさいでした。うん、すいません、はい。ミッフィーの深夜中は笑ったぞ。お疲れ様です。じゃあ、今の謝ったうちになりますかね？いや、謝ったじゃん、今。申し訳ないって言ったじゃん。は？ふざけてたでしょ？二人で。え？キャス見ねえ。直接謝ってほしいんですけど。お前、話したいだけだろ、平田君。無理だよ、お前みたいなおばさんが。すげえよ。だ、無理。お前みたいなおばさんは、平田けてたじゃん、話せません、平田くんと。お前しかもキャスつまんねえって言うんだもう見んなよ。もうガチャガチャ何してんの？何？やめてください。すいません。ちょっと、もしもし？
ないない、どうした、おいおいおい、どうしたどうした、生きろ生きろ、頼む、生きろ、何してんの。あの、僕はこれ悪くないです。平田くんが、死ねばいいって言ったんで、なんで僕はこれ悪くない。俺は悪くねえで。え？え？何今の音？何これ？ちょ、何これ？え？何これ？え、切れた！え？何の音今の？え、謎なんやけど、ほんまに。電波の状態が不安定な時になる警告音。通話が途切れたら一時的に、ああ、そういうことか。なんだ。